こんにちは。こんにちは。ナマステス。ナマステ。お久しぶりですね。はい、お久しぶりです。<laughs> えっとなんですね。早速なんですけど、えっと、うん、まあ最初にえっと小水さんの簡単で自己紹介をしてもらえますか。はい。ええー、私のええー、名前はええー、山本。 えっと九州の佐賀県というところに住んでいます。うん、佐賀県ってなかなかこうレア、うん、<laughs> でねあんまり知られてない。<laughs> な確かに。<laughs> ちょっとマイナーな県の一つなんだけど、まあ、すごく田舎なんだけどね。うん えー、いいところです、住みやすいところなので、えー、なんかもし佐賀県に興味ある人いたら遊びに行ってみてください。うん、<laughs> はい。ね、<laughs> 私の職業は、うんえー、図書館の図書、ライブレリアンをしています。お、素敵な仕事ですね。あと、趣味はい、たくさんあるんですけど、まあ一番好きなのは、旅行好きで、 旅行が好きで、うん、うんなんかねあの、旅行行ったところで、美味しいご飯とかね、なんか美味しいもの食べたい。お酒を飲むの好きなけど、<laughs> お食べ <laughs> 歩き、飲み歩きやってます。あいいですね。なんか今入らなかった。違う大丈夫か、うん。大丈夫です。えっとね、他にもね、言ってね、まあ、ライブレリアンだから、 うん、読書も好きだし、うん、何が好きかなお。踊りも好きでね、昔はちょ,ちょっと前はねベリーダンスとかやってたんだけど、今はちょっと仕事が忙しくて、はい、ちょっとお休みしています。<laughs> うん、あの料理とかももちろん好きなんだけど、<laughs> あんまり言うとね、混乱するだろうから、<laughs> うん、もうこれぐらいにしておきますね。寿司は大体、足で食べますよね。そうですね、でも握り寿司は。 お手手で食べるのがおお一緒なんネパルもお手手で食べますよね。大体手食ですよね。手食。大体さ、ネパルだってこうやって手でこうやって食べましたよ。なんかあのうまく口に入らないんですけど、みんな上手じゃないですか。そうなんですけど、でもなんですかね。手よりはスプーンとか、まあ手はいつも洗うのがちょっと大変ですよね。だからまあちょっと汚いですよね。 まあだからパシとかスポンとかあとフォルトとかで食べる人も結構最近増えてますね。増えてるんですね。まあでも手で食べた方が美味しい気はしました。ちょっと美味しいかなと思います。なんかまでするじゃない、ネパールのご飯っていろいろ。なんかダルバートはいろんなのがこうあって混ぜて食べた方が味変っていうの味が変化して美味しいですよね。私は 手で食べるのは好きになりました、とても。確かに。日本ではあんまり食べないですか、うん、手で。そうですね、手で食べるのって本当とお寿司ぐらいじゃないかしら。昔お寿司とピザピザぐらいじゃない <laughs> <laughs> 昔はど,どうですかね。へえー、昔もほとんど箸で食べる文化ですね。<ー>はい本当に握り寿しだけだと思います、手で食べるのはね。うん 最近の人は握り寿司も箸で食べるんじゃないかな私はやっぱ手で、えー、食べる方が握り寿司は好きなんですけどね <laughs> <ー>うん。とか何でもいいんだけどうん入れるんですよね。うん、で巻いて食べるみたいなのもあるできるし巻き寿司もできるしそうだなちらし寿司っていうなんかそういうかわいらしいなんですかねご飯の上にすごいいろんなものを並べるっていうのもできますよ。あー いろんな食べ方が実はあるって。<laughs> うん、日本とネパールは、うん、それは、さっきびっくりしたことは何ですか一番。ああびっくりしたことね。いっぱいあるんだけどね。<laughs> <laughs> だ少しだけ。<laughs> いっぱいあるんだけど、一番びっくりしたのは、やっぱ何交通、うんうん、交通が一番びっくりしたかな。うん、交通ルールがさ、 <laughs> 全然違うじゃない、うん、日本と。確かにそうです、ねうん。それかそう、交通ルールってあるようでないようでよくわからないなっていうふうに思ったのが一つかな。うん、うん。そう、あれはびっくりしたね、さすがに、うんうん。でも、ちゃんとなんかみんなバスとかでも、<っ>なんだろう、なんかな赤ちゃん連れた人とかを見ると、ちゃんと席を譲ったりとか、みんなされてたのですごく。 ううん、ちゃんとあの譲り合いの心とか持ってらっしゃるなと思ってちょっと感心しましたなんか。片やでもドア開けっ放で出発するんですよバスを <laughs> <laughs> ょっに。びっくりしてて<ー>子どもがそばにのドアのそばに乗ってるんだけれども,もう関係なく出発しますみたいな,なんか。あ <laughs> すごいなと思ってまあ、まあ、そうですねうんまあでもあれだけたくさん乗られるとまあそれは仕方がないですよねドア閉まらないからねあとはあスピードも出せないからいいかも、えっと、うん、うん、あとは日本だったらじ、えっと、電車とかまあいろいろあるんですけど、うん、ネパールはえっとバスとか、うん、そうねまあ車はメンだから、まあ、人が乗る人が結構ですよね、うん、タクシーがでもいっぱいいたよ タクシーはちょっと高いかな、リも。高いですね。高いけど、まあ日本に比べるとちょっとは安いかな。うん。うん、で,もでもガソリンが高いじゃない <laughs> <に>ガソリンがすごく高いのびっくりするの。いやい、意外と日本に比べたらちょっと安いじゃないですかどう,どうだろうね。ガソリンはあんまり日本と変わらないのか。ちょっと私、ガソリン入れたわけじゃないけど、わからないけど。でもうん、うんうん でも、何ですかねその、クオリティクオリティがちょっと違いますよ。うん、日本の方がもっといいみたい。あ、そうですか。うん。とか、あと、えっと、うん。まあ、違いますね。そのと、まあ、バイクだったらどんなガスリンを入れますかとか、うん、まあ、別々にいろいろありますね。うん、その、A、B、C とか。うん あでも日本もありますよ。AB。廃屋のガソリンとレギュラーのガソリンと軽油っていうのがありますね。うん、3種類ありますね<ー>、うん。そのタイプによってそのあの、ガソリンも多分種類が違うものを入れると思いますね。軽油、うん、が一番安いんですけど、軽油で,で走る車もありますね。うん、私の車も軽油で走るんですよ。で<ー>、うん、車は買ってますか はい、車は持っています。<laughs> はい、あの、田舎に住んでいるので、車は持ってないと生活できないんですよ。<おー> <laughs> ちょっと無理ですね。<laughs> はい。それ、うん、それはいつ買ったんですかえーっとね、私はマツダっていうところの車を持ってるんですけど、まあ、大事に結構乗っていて、えー、っと、7年目ぐらいかな、今。ずっと車、車とにかく所有してますよ、ずっと。 田舎に住んでますから、なんか日本で田舎に住むんだったら絶対車はいります。あ<ー>うん。少なくとも<ー>うん、バイクぐらいは持ってた方がいいかもしれないな、田舎に住むんだったら。うん、必要ですね。うん、んか確かにそうですね。買い物とかと、うんうん、まあそれが一番問題かなそ。そうですね。買い物もあるし、仕事にも遠いし。 うん、車がないとすごく不便だと思います。田舎に住むんだったらね。うん、自転車っていう手もありますけど、まあ、若い人はいいかもしれないけど、<laughs> 私みたいに年になると、なかなか遠いわけにはいかないので。いで,でも都会に住んなら全然いいと思いますよ。都会に住むんだったらいらないと思いますね、逆に。うん、お金がかかかりますから、まあ、車は確かに。うん、それは東京だったら自転車も無理じゃないですかね。 ですよ、ね、そうね、東京なかなかね、あの、生産しにくいですよね。生産物種がない、うん、し、まあ、もしあっても、うん、えっと、なんですかね、その、値段が、うん、それ、とっても高くて。ねもったいないよね、そんなのに払うのはね。で、まあで、でし一種は何大阪に住んでるんじゃなかったっけ違ったっけそうです、大阪です、ね。うん どうですか大阪は車はいらないじゃないですかいや、なくてもいいなんですけど、うん、あったほうがいいですね。でも、あったほうがいいですか <laughs> 会社までは、えっとまあ、自転車ですね。うん。歩いたら大体15分とかあと20分ぐらいで、うん。うん、それぐらいだったら歩いたほうが絶対いいですね。<laughs> まあ、自転車とかね。確かに、うん、かにそうですね。ねえ。 そうですか。じゃあ、まあいろいろありますね。うん。他にもね、いっぱい驚いたこといっぱいありますよ。なんか、びっくりするようなことはいっぱい <laughs> <laughs> ありますね。そうですね。例えば、<laughs> それがネパールでちょっといいなということはありますかうん。ああ、いいなって思ったこと、うん、いいなーって思ったのは、日本と違ってね、何でも言ったことを、なんだろう、叶えてくれるところ。 がいいいなって思いました言ってみるもんだなみたいな <laughs> 言ってみたら意外と何でも OK って言ってくれるのがすごいと思いました。<ー>日本だともうこれは例えばね例えばこれは私がホテルに泊まった時の話なんですけど、うん、ネパールのね、えっとうん、タメル地区っていうところに泊まったんですよね。うん、あタメル地区にしばらくねちょっといろんなところに泊まったんだけどタメル地区は結構夜遅くまで空いてるじゃないですかお店とか。 だからちょっと夜遊びに出かけてちょっと戻ってきたんですけどお腹がすいたんですよねちょっと。うんうん、でなんかちょっとあったかいものが欲しいなと思ってなんか夜結構遅かったんですけど、うん、あのお茶飲みたいな、うん、ちょっとお腹空すいたなって言った <laughs> あのそこで食べていいよって言ってくれたんですよ12時ぐらいとかに<ー>夜の。 うん、普通なんか日本だったらもうなんかレストラン閉まってますみたいななんかもう,もうあの8時で営業終了ですみたいな感じで絶対クローズしてるんですけど言ってみたらネパール何でも OK って言ってくれるところはあっていいよって優しく作ってくれたチュクパーとねお茶を出してくれた、ねうん、そうですよね。確かにそれは日本だったらまあ時間は本当に。 時間厳しいんですよ。厳しいですね、うん。厳しいですよね。一番厳しいですね。<も>まあ、厳しいですよ。ちょっとでも遅れるの許されないから。もちろん、えっと、それでいいこともたくさんあるんですけど、うんまあ、自転車を守る人は結構いるんですね。でも、ネパールだったら、うん、みんなは、えっと、新しい人と今、初めて話しても、もっと家族みたいで話しますね。うん だから、ね、手伝うのが本当にみんな好きみたい。うん、それが手伝ったら、えっと、まあですね、相手に手伝ったら、まあ、えっと、自分にもちょっといいことはたくさんできるように希望でみんな手伝いますね。え、うん、その、なんですかね、その話は、えっと、まあ、あちこちで聞きますね。うん、なんか皆さんすごくね、心配してくださいました。なんか。 あのー、空港に初めてカとマーズの空港で降りるときも、うん、隣に乗ってた女の子がね、なんか、うんえっと、あなたはこっちよみたいな、フォレーナーのところよみたいな、あ<ー>なんかあのあの入国するときとかも、こっちよとか、荷物は取ったのみたいな、なんかいろんな心配をしてくれたりとか、街歩いてても、すごくいろんな人が声かけてくれたから、なんかすごく嬉しかったですね。 そこはなんか日本と違いますよね確かに、うん。日本って意外とそんな,なんか恥ずかしがりやってるのもあるんだけど <laughs> なんかそんなこうなんだろう気さくにはなんか話すのはちょっとあハードルが高いなって思うじゃないですかん,、ね、なんかその話すのが嫌っていうわけではないんだけど話しかけられたら日本人は話すけど自分から話すことってあんまりないですよね、うん、話しかけていくことってあんまりないから街歩く人にそれをもっとすごい。 うん、なんかな外国人としてこうビジターするときはすごくそうやって話しかけてくれると安心しましたねまあそれは何ですかね考え方は全然違いですねうんともしと私今日本にいるんですけど、うん、日本人から考えることと海外から の人たちが考える方は全然違いがあるかなと思いますね。うん、日本人はあんまり何ですかね、怒っても、えっとまあ、大きな声で喋れないし、うん、まあちょっと何ですかね、我慢が一番だ大事とか、我慢する人が結構多いですよね。ね、うんうん、我慢できる人。でも、海外とか、えっと、ネパールとか、あんまりみんなはそんなに我慢できない。 うん、それは怒ったら大きな声で錆びたり、うん、まあちょっといろいろいいじゃないこともする人も結構いるので、まあ、それによっても全然違いがあるんですね。基本的に話すと、うんまあ、いい人もたくさんあるイメージもまあ世界にある,あるそうですね。うんはい そう、うん。それは人の優しいは、は優しさはすごく伝わりましたよ。うん、うん、確かに。うん。まあ、いろいろあるんですけど。エ、うん、え、小泉さんは。朝、おくのが好きですか。朝早くおくのが好きですか。と。起きるので。起きるの。起きる、はい。起きる、うん、起きるのは苦手です。私は。う <laughs> <laughs> は、めっちゃ早く起きるじゃないですか。いや いや、そんなに早くはないですけど。<laughs> でも、なんかすごい早く起きてるイメージが、なんか、前はあったなぁと思ってて。<laughs> 今は夏だから、えっと、うん、寝るのがちょっと問題じゃないですか。うんゆっくり。寒いだったらよく寝れますよね。ああ、そうね。あんまり寒いとね、なんか早くから起きない方がいいよね。確かにね。<laughs> 夏はでも早く起きるんじゃないでも。そ<う> <laughs> え夏はもう早く、ああまあ、何、まあ、ですかね、木とかも早く来ましたね。うん。そう、私はちょっとね、実はあんまり早くきる得意ではないんだけど、<laughs> まあでもね、息子のお弁当を作らないといけないので、早く起きて今、いますよ。<laughs> ああ、息子と、息子、まあ、何年ですか家族は。 家族が、ね、息子がいまして娘が一人いますよ。うん、で、<ー>息子は、うんえーまあ、でも今、夏休みだからお弁当作らなくてはよくなってるけど、これ、夏休み終わるとまた早く作らないといけなくなりますよね。<ー> <laughs> いえ、大学生せいですか、うん、そうですね。うん、そうですえー、なるほど、うん。そうなんですよ。だからね、なんか、でも私、早起き本当に苦手で。<laughs> えそ,そういうことは夜は遅いですか寝るのが夜はね、うん、結構遅いですね、うん。12時より早く寝ることはありませんね。<laughs> それは <laughs> 日本人はまあそうかな <laughs>。日本人はね、あれですよ、結構遅くまで起きてますよね。あ<ー>なんか仕事が多分長いんじゃないかな、ネパールと比べると。仕事してる時間が長いんじゃないんんいや、同じだと思います、ね。 だからネパール早くみんな帰ってるイメージが私あるんだけど、なんか。でも仕事の時間が短くないでも,でも8、それまあ9時から、うん、えっと6時同じなんですけど、多分、うん、まあ、私も感じますね、それは。時間は、えっと、うん、国と日本には同じなんですけど、国 <laughs> よで日本で働きたら少し、 なんですかね疲れている感じですね。疲れている感じがあるよね。<laughs> <laughs> そう。なんか日本疲れないなんか。<laughs> 多分、どうしてかななんだろうね。なんか集中してるんじゃない仕事に。なんか結構黙々とみんな仕事するじゃない、うん、そうですけど、えっと、仕事はしなくても、うん、それはどうかなちょっと難しいことなんですけど <laughs>。<laughs> <laughs> はい。 うん、まあまあ、だから、えっと、週末はみんな、えっとまあ、大事にしているみたいですね。待ってますね。週末は週末はしっかり休むっていうところはあるのかもしれないですね。うん、ネパールはほら、えっと、土曜日がお休みじゃなかったうん、えっと、まあ、会社に。日曜日はお仕事でしょ日曜日はなんか会、会社に。うん、そうです。し たらそうですね。会社によって違います。でも、国の会社だったら、土曜日しかお休みないですね。うんうん、お休みないですよね。うん、なんか、だから多分、平日が時間が短いんじゃないかなと思ってたんだけど、働く時間がその分。いや,いや、同じですね。同じですか、まあ、日本は ?8 時間、8時間働くんですけど、1>, うん、1日、6時間ぐらいで帰ってるのかなというふうにちょっと思ったんだけど。務、うん、員とか。まあまあ うそうですね。まあ会社にそうですね。うんうん、まあ国の会社だったら、まあすごく短くする時間ももちろんあるんですけど、うん、まあ銀行とかでやったら、まあ少しまあ朝からえっと3時までとか、それももちろんあるんですけど、まあ基本的には日本だったら、えっと土日がお休みですよね。そうですね。土,日,土日がお休みね、今は。土曜日と日曜日。 まあ日本は。うん、まあ土曜日は、えっと、たくさんの会社は土,土曜日だけですね、うん。働き者ですね、そうしたら。<laughs> <laughs> そうですね、うん。働き者じゃないですか、とても。ね、あ確かにそれなのに日本の方が疲れるってどういうことでしょうみたいなね。<laughs> <laughs> それおかしくないみたいな話になるんだけど。<laughs> 日本はなんかやっぱ決まりがなんか多すぎるんじゃないかなと思ってて、私なんか。うん いろんな、なんかネパールはこう、何て言うんですかね、決まりがちょっと日本に比べるとこう緩いっていうか、全てにおいて、<laughs> いろんなことが融通が、さっきのホテルの話でもそうなんだけど、うん、なんか融通が効きますよね。融通が効くってなんかわかるかななんか、うんじ、自由度が結構なんかこの、なんか、うん、言ったらいいよみたいな、OK してくれるその範囲が広い気がするんですよね。確かに 確かにそうですね <laughs>、うん、そういうのがやっぱなんか疲れる原因になってるのかなって思ったり。<laughs> 時間通りじゃないとダメじゃないそして。うん、確かに。ねうん、じゃあですね、まあ、少し別の話をしましょうか。えっと、小樹さんの一番好きな子供の子供時代の思い出はありますか、うん、子供時代の思い出ですか。 だいぶ前ですね、それは。<laughs> 子供時代って小学生とかですか <laughs> 少し思い、<laughs> <laughs> 思い出、何がありましたか,思いかそうね、子供の頃はね、ドッジボールって分かりますかドッジボール、あーみんなで遊ぶ、ドッジボール、ボールで当てっこして遊ぶみたいな。はいはい、ドッジボールをして えー、今の子どもたちってさゲームばっかりしてさあんまりこう外で遊ぶイメージないんだけど <laughs> う<ん>私はもう年だからねそういうまだあのみんなでワイワイ遊ぶ時代の子どもだ昭和の子どもだから昭和の子どもだからさうん、うん、そうやってボール遊びしたりとかサッカーしたりとかやってたしあとはそうだなやっぱちっちゃい頃からね図書館が好きだったな。 学校帰りに、ね、いつもね、図書館、ネパールであんまり図書館をイメージあの使うイメージはないみたいなんだけど、うんあの、日本はやっぱり図書館の文化ってすごい根付いててね、うん、あの図書館で勉強、宿題、ホームワークをしてね、あのいつも家に帰っていたっていうところで、<ー>やっぱり私はいまだに図書館が好きで、図書館で働いているっていう感じですかね。いいですね。うん、それは、趣味なことで働くのが一番いいですね、楽ですよね。 うん、そう自分のやりたいところとかそういう好きな仕事ができるっていうのはすごい幸せなことですよね。うん、確かにだからありがたいと思っていますなんか今ね、うん、そういう仕事に使っけつかせてもらっててすごくありがたいなと思ってますね。衣装もでも自分の好きな仕事やってるんじゃないですか、うん <laughs> <laughs> そうですね。間違いないです。ミシャのデザインすごい好き,だ <laughs> 好きだったんですよ。私、いろんな。あの<ー>イラストとか描いてるじゃないああいうデザインとかすごいおしゃれだなと思ってて、センスがいいなと思って、本当にいいなと思って、いつも見てました。<ー>なんか、アイコンと,あとうございますあとは、え,ー、えっと、な、うん何ですかね。本当に苦手なことは、 あ,ありますか、うん、それはちょっとしない方がいいとか。うん、本当に苦手なこと。苦手なこと。苦手なことか、苦手なことなんだろうな。<laughs> 苦手なこと。うん。ありますか例えば、えっと、うん、何ですかね。まあ、いろいろあるんですけど。 石破はじゃあ何が苦手ですかに日本に来て苦手なことっていうかありますかこれはちょっと嫌だなって思ったこととかああ、それは遅くまで外にいることはまあそんなに好きじゃないですねああ、遅くまで外にいることああ、でも私結構遅くまで外にいるんだわ <laughs> <laughs> 結構飲み歩くのとか好きだから<あー> <laughs> <laughs> 結構遅くまでみんな飲みに行くからねなんかあれだけどあ そうだな私はね残業が嫌い <laughs> 残業。日本人って残業好きなんですけど好きっていうかなんか真面目だから<ー>この日にちまでにやらないとっていうのがいっぱい仕事があるじゃない、うん、そのためにはみんな残業をかなりするんですよ実際。うん、日本で働くとやっぱりこう残業をすることって多々あるんじゃないかなっていうふうに思いますねなんか工場とかで働いたりすると特に。 確かにそうですね。ねえ、なんか残業,残業してますか医師はいや、私もしてないですね。してないですか私は時々やっぱしないといけない時があるんですよ、<laughs> この年になると、やっぱり。えあ,のある程度ボスに近づきますから。<laughs> え、その、それと、どういう、うん、え理由は何ですかその日にお客さんがたくさん来てする感じですかいや、えっとね。私の場合は 師匠、えー、でもあって公務員でもありますからいろんな書類を仕上げないといけないとか、うん、うん例えば、えー、と公務員ってなんかあ年間の予算決めとかすごく大事なんですよね、うんうん、バジェットみたいなのがあってやっぱりそういう時期を決めるときになると <laughs> やっぱすごい大変な時期であ<ー>あのたくさんの書類がいったりとかいろんなあ仕事があるんですけど うん、やっぱこの日までにしないといけないっていうことはやっぱ多々ありますよね。あ<ー>うん。だからそれはやっぱ避けられないというか、うん、<laughs> なんか責任問題としてしないといけないから、やっぱり、うん、残業はやっぱ日本で働く人にとって必要不可欠っていうか、それがすごい嫌ですね。な、うんか、うん、<分>追われてる感じがする、うんうん。多分、えっと、まあ 外国人が日本に来たらもう残業したいという人も結構いると思います、ね、まあそうですね、お金はもらえるからね。まあそうですね、まあ、お金の,ううの、うん、まあ生活とかお金大事にしている人も結構いるだから、もしかしたら。まあまあ、お金のために頑張るっていう人はいいんじゃないかな。<laughs> <laughs> いやうん、そういう意図もすごい嬉しい。逆に働いてもらえるとすごいありがたいですよね。まあ、それは何<う>ですかね、何時間でも働く人も結構いると思いますけど、うんまあ、だからですね、だから国から、えっとまあ、時間が決めてますねと。残業だったら少しお金も、うん、その普通だったら少し、あそうです,そうですちょっとなんですかね、ちょ,ちょっと 大きいですよねそうですよね。なんかあと10時を超えるとまた違うような短価になるんですよね。うんうん、時間帯によってもその価格がずっと設定があるのであの遅,く遅く働けば遅く働くほどお金をたくさんもらえることができますね。うん、うんそれはなんかでもそれし,したいかどうかの話は別なんですけども。<laughs> <laughs> あとね、日本は休みが取りにくいっていうのが、やっぱ私、外国の人にとって、ちょっと大きな問題かなって私は思っています。<ー>これ社会問題として、私たち自身も、日本人もやっぱ考えていかないといけない問題なんですけど、休みが取りづらいと思いますね、なんか。うん。え、そうですね。でも私は、うん、そう。まあでも今回はね、私、本当に、あのー、 頑張って 10, 日10日間ぐらい私休みを取っても <laughs> 全員パール行かせてもらったのでやっぱねあの休み大事じゃないですかこうそうやってリフレッシュするってすごい大事だと思うからどんどん取っていくべきだなと思ってはいるのでなんかやっぱ外国の人が日本で働くとなんていうのかな時々は帰りたいですよね自分の国に。<laughs> ね自分の国に帰りたいから、その時はやっぱりぜひ、ね、日本の社会がもっと1ヶ月ぐらい休んでいいよって言ってくれる社会になってくれるといいなっていうふうに思いますね。まあまあ、それが何、うん、ですかね。会社によっても、その休みを取れる、ね、どうやって取りますかとかもいろいろありますよね。うん、例えば、うん もし,おやし、長くお休みを取りたい場合は、まあ、1ヶ月とか、ちょっと前で話すと大体、たいできるだと思いますけど、うん、まあ、もちろん、その、うん、その代わりに、他の同僚とか、ちょっと、まあ、他の人がないと、ちょっと、難しいみたいですね。 たなんかちょっと若干取りにくい部分はあるのかなって思ってるんですよね <laughs> なんか私飛行機隣に座ってた女の子も <laughs> ああなんだろうポカラから約3時間ぐらいのところに実家があるんだけどっておっしゃっててあ<ー>あなんかなんて言われてたかな1か月以上ちょっと休みを取りたかったけど会社がなんか3週間しか休みをくれなかったって話してたんですよだからそうだよねって言って やっぱり休みがちょっとあ1か月とかはなかなかやっぱり取らせてもらえない方も多いのかなと思ってですね私も本当はねし、うん、10日以上休みたかったの本当は、うん、まあ <laughs> 1か月ぐらいで歩きたかったんだけどみたいな、まあ、まあそれは意外と1週間ぐらい1週間だったらまあできるべきなんですけど、うん、まあ1か月とかはちょっと無理かな 日本の会社で。うんうんうん、そう、そこなんよ。1か、うん、月ぐらいやっぱ休みしてくれると海外旅行行けないじゃないみたいなね。確かに。それはアメリカとか、<laughs> <ー>えっと他の国だったらう。ヨーロッパとかは結構1か月ぐらい休むみたいなんですよね。結構聞いてたら。皆さんはそれもそうですね。えっと、もし、まあ、1か月のまあ給料はなくても全然大丈夫みたいで、うんうん、長くお休,みお休みを取りたい人も結構いると思いますね。うんうん で日本の会社はそこまではちょっと考えてないかな日本の会社はね、人数がギリギリなところが多いんですよ。人数が。そこですよ。じゃあ、でもね、行っといい方向に変わっていきますよ。確かに。まあ、どんどん変わりますね。どんどん変わりますからね。いい方向にもちろん。それは日本で一番行きたい なんですかね、行きたい旅行先はどこですか?。うん。国内ですか?。よ、日本とか国内。どっちでも。国内でね。国内。うん、あ、そうだな。国内で行きたいところね。まあ、でも、まだね、全然回ってないところって結構あって。<laughs> 日本も広いじゃない、結構、あの、南から北まで結構だーっと広いので。<laughs> えー、確かに。<laughs> まだまだ、まだまだ、私もまだ行けてないなと思ってて、海外行く前に日本を回らんといけなと思ってるけど。 ああ、東北ら辺とかは行,行ったことないんだよね。ないです。東北ってわかりますか青森県とか岩手県とか北海道の下ぐらいのところがありますよね。あ,<ー>あのあたり私まだ行ったことないので行ってみたいなっていうのはありますね。<ー>うん。あとは。行ったことない県もいっぱいありますよ。うん、うん。まあ、沖縄とかは何回も行ったことがありますよね。うん 沖縄は何回も行ったことあります。同じ九州ですし。だけどね、飛行機で行かないといけないのよね。確かに。うん。韓国より遠いよ、沖縄の方が。それは。それはどうですかうん。どこ最近。それ、ちょっと理由聞きたいですけど、沖縄にもし行けたら飛行機しかないですよね。そうですね、飛行機になりますね。それ、どうしてですかそれ、ずっと。 海だからそうです、そうです。沖縄は結構離れてるんですよ、島で。あそうですね、確かに。うん、はい。離れていてあ、そこはちょっと電車は繋がらないですよね、あ<ー>そこに、ね。ま、橋をかけるわけにはいかないので、ずっと。<laughs> それ、まあ確かに、何ですかね、うん、電車を作るのが、まあ、結構高,高そうみたいですね。電車は海の中にはそう作れないですね。でも、他のところにやりましょう。 あそれは距離が短いからだと思いますね。<ー>青函トンネルとか、例えばその青森から北海道までトンネルができてつながってるんですけど、<ー>それは距離が短いから橋を作って渡せるけれども、沖縄っててすごく離れてるんですよでもそれはどうですかね。沖縄は、うん、えっと同じところじゃなくてですか、海のいろいろところにありますよね。 いろんなところがありますね。ままあ、島がたくさんありますよね。それはどうですかねまあ、一つ島から他の島までに行くのがみんな何を使いますかねあ、うんうん、船とかじゃないですかね。おそらく船でそこは行くんじゃないですかね。沖縄からその小さな島に行くことですよね。うんうんうん、なるほど。じゃあ,、うんあ。まあ、基本飛行機になりますよね。本土に行くには、<laughs> 沖縄の本土に行くにはあ飛行機。まだ行ったことないですか いやないですね。まだないですね本当に行きたい場所は沖縄かなか、うんうん、ネパールの人はきっと沖縄の <laughs> 何ですかね沖縄ってちょっとゆっくりしてるんですよ。のあの沖縄の友達いるんですけど <laughs> ちょっとゆっくりしてるんですよねあの。九州に入るとちょっとせかせかしたイメージにはなるんですけど沖縄時間っていうのが別にあって <laughs> ちょっとゆっくりしてるのがネパールの人のこう。 なんだろうな時間の感覚とかも合うんじゃないかなって私は思います、うん。うん。時間通りに行かないじゃないですか、ネパールって。確かに。<laughs> うん。飛行機絶対遅れるんですよ。うん。ネパールの飛行機とか絶対遅れるので。うん、でもみんなね、全然その遅れたからって怒ったりしないんですよね。理由も聞かないし。うんうん、まあ、普通。しょうがないってみんな思ってるじゃないそうですね。まあ、普通だったらちょっと、うん。 怒られます、ね、怒れれまますすねねえなんかもし日本でね例えば新幹線遅れたりするとめっちゃ怒る人とかもいるかもしれないしそうです、ね、ちょっと、うんうん、困るわみたいなこと言う人多分結構いると思うんですけどせかせかしてるからねでも沖縄はそういうのはなくて基本なんか待ち合わせしても遅れてくるのが当たり前みたいなところもあるから<あー> <laughs> 多分いろいろありますね、うん、きっとネパールの人は会うと思いますねうん。うん じゃあえ増えてるそうですよね、パールの人。<laughs> 人口が大きな人に。<laughs> 確かに。<laughs> うん、でも、何ですかね、生活はちょっと高そうなイメージですね。ああ、生活費ですか沖縄の生活はちょっと高そうなイメージですね。そうですかどうだろうな。でも、そんなに。うんうん そうか物価がめっちゃ高いってわけではないんですけどね九州は基本なんかな安いですよあ,<ー>あのあ<ー>物価自体はうん給料も安いですその分おだからかな物価も安いし給料も安いですよ<ー>正直言うと東京とかと比べると給料もなんか私たちも安いですなんかまあ家賃とかも同じですよねあそう家賃とかも安いですよ <laughs> 何でも安い分給料も安いみたいな感じですなんか<ー>うん そうですね。